アレツ神教は、o a 15年に若狭国オバマに到着した南蛮船を派遣した人物。この船は、文献記録で確認できる上では初めて日本に生きた像をもたらした。この人物は、スマトラ島パレンバンの家教の陶目であった世神教と考えられている。また、像は、その後日本から朝鮮へと渡っており、朝鮮においても記録上最初の像となっている。 アレツ神教の名は、若狭国税所今富明両主代々次第において、オバマに南蛮船が到着したという記録の中に登場する。当時の日本人は南蛮王漠然と、中国、朝鮮以外の国と認識していた。欧米十五年六月二十二日南蛮船着岸、帝王の御名アレツ神教しげるし死といまる本が、枯れ見門より、日本の国王への沈没と 生像一匹黒、三倍石、九弱二体、オウム二体、その外色々、彼、船道11月18日大風に、中港浜へ打ち上られて、破損の間、同16年に船新造を、同10月1日室浜ありてと等、両、若狭国税所今富名領主代々次第大英15年6月22日に、オバマに南蛮船が着岸した。この船をしたのは、 アレツ神教という名の帝王である。この船に乗っていた施設は、トイマルの本網を宿所とした。アレツ神教から、日本国王への沈没として、生きた黒い像や、クジャクなどを含む動物などをもたらした。江戸時代前期に成立した若狭軍剣士には、この施設は像などを連れて刑に登り、将軍、足利義持に献上したという。7月に施設が入居したことについては、 東條大器、武家年大器、和漢愛府に記録がある。若狭軍剣士によれば、使命を終えた施設は11月になって、オバマから出港した。しかし、常述、若狭国前書今富明領主代々次第にも、あるように、11月18日にこの船は、中港浜に嵐にあって打ち上げられた。彼らは、翌欧米16年に船を浸造して、都党した。 若狭国税所今富明領主代々次第には、上記の、欧永15年の南蛮船の記述に続いて、欧永19年にも南蛮船が到着した旨が記されている。同19年6月21日南蛮船2層、着岸これあり、宿は問い丸本網、同8月29日あたり津出領、御所新物注文これあり、若狭国税所今富明領主代々次第、 この南蛮船の総主は不明であるが、アレツ神経である可能性がある。パレンバンの位置、アレツ神経は、スマトラ島にあったパレンバンの家境の頭目で、明王朝から急行船医師に任命されていた世神経と考えられる。オバマに南蛮船が到着する前年の1407年、パレンバンでは、家境の有力者間の対立に、南海遠征中の定和が介入し、 一方の陳葬儀を破って処刑する紛争が発生している。世信教はもう一方の有力者である、両道名の後継者で、急行繊維氏に任命されたのも、この紛争の処理のためである。福井県氏は、アレツは、原始に見える、アリと同様、アラビア語のアリに相当するごと説明している。和田久典は、アレツは、ジャワ系の称号であるとしている。 ジャワ国は外交施設として、家教を活用しているが、民に4回にわたって入港した、アレツ革新など、アレツの称号を持つ者がいる。オバマに来校した施設は、セシン教らパレンバンの家教勢力が主体となって派遣したという見解があるが、当時パレンバンはジャワ国に反属していたとして、ジャワ国が主体として派遣した施設であるという見解も、ある。1408年に、 オバマに到来した施設をジャワ国派遣のものとする秋山健三は施設をチンヒコタだとみなしている。日本イスラーム史を表したイスラーム聖職者小村富二夫はアレツ神教の名をアラジン教と読むとし、マレーシア系の主張としている。15世紀初頭の当時、東南アジアの諸勢力は日本や琉球、朝鮮にしばしば施設を派遣した。 こうした施設には、通訳、外交官として家境が関わった。また、東、シナ海一帯は、和光の活動領域でもあった。大蛇は、朝鮮、日本の間で活動し、オバマに訪れた施設であるとする説もある。チンヒコタだと、世信教の後継者で、日本、琉球、タイパ連番との関係を伺わせるセズミ孫について、関連事項として、本校で触れる。 1406年6月、ジャワ国の施設のチンヒコタダが朝鮮に到着したが、チンヒコタダは、全羅道沖で和光に襲撃され、苦弱やオウム、古生や、人工や、素朴などの献上品を奪われたと述べた。同年9月、津島の宗サダが、朝鮮王朝に、素朴、古生、苦弱を献上したが、その際に、これらは、南蛮船から略取したものである旨を申告した。 朝鮮では検討の結果、故障や苦弱などを献上品として受け入れるとともに、陳彦忠には新しい船を与えて帰国させることとした。陳彦忠は翌年の来朝を約束した。1412年4月、陳彦忠の孫の陳実隆氏が朝鮮を訪れた。実隆氏は陳彦忠が博多で記した文章を携えており、 チンヒコタダが前回の朝鮮から抜きと遭難して日本に流されたこと、日本国王の支援で本国に帰還したことなどを記し、チンヒコタダが7月以来博多にあり、前回の謝恩のために孫を朝鮮に派遣すること、来年には自身も朝鮮を訪れるであろうことを記している。なお、チンヒコタダはこれ以前、1393年にシャム海国の施設として、 朝鮮に到来していた。この時陳彦忠は、朝鮮海嶺市、ハイアツ氏と共に、日本に向かったが和光に襲われて果たせなかったと言い、シャムが日本との通行を期待していたという見解がある。世神教は1416年頃に死去したとみられ、その後を、セズミ孫が継いだ。1419年、セズミ孫が派遣したと思われる施設が、南九州に到来している。 九州丹大、渋川光より、義春府氏は南蛮船の博多開港を促し、翌1420年に南蛮船は博多に入港した。室町幕府は兵庫に来港するよう指示したが、これが果たされたかは不明である。わかっていることは、彼らは帰国前に船を失ってしまったことである。琉球の外交資料、歴代法案によれば、1421年に、 渋川道鎮は、パレンバンのセシュレツサトシマゴが派遣した使者を琉球に送り、琉球からパレンバンに帰国させるよう依頼した。しかし、当時は琉球とパレンバンの間に国交がなかったため、琉球からシャムに派遣する船に乗せて、シャムから転送するよう措置が取られた。アレれ地ン教の施設は、日本に像をもたらした。 像についての知識は仏典などを通じて、それまでも知られていたが、生きた像が到来したのは、これが初めてとされる。東場大輝、大永12年7月22日上には、黒鳥寺東院神、高六尺余りと、像らしき動物の入居が記載されている。ただし、足利義持が像と面会したという記録や、像の評判についての他の記録は残っていない。 1411年、足利義持は、朝鮮の体操に像を送った。朝鮮王朝実録によれば、朝鮮でも生きた像は初めて見るものであった。日本国王源義持、剣士根像、像が国民像なり、命しぼく守るの、ひひまめしごと、朝鮮王朝実録体操11年2月期中上、よくなれた像であったとされ、つかさ牧師で世話を任されることになった。 しかし、1412年12月、全高層天書の李という人物が象を見た際、行創が醜悪であるとして、唾を吐きかけたところ、象が李を踏み殺すという事件を起こす。その後もう一人に危害を与えたらしく、1413年11月、平創藩書流定見は、日本から送られてきた純像であるが、王はすでに愛願しておらず、国にとっては無益であり、 二人を害した。人間の法で論じるならば殺人は死罪相当である。一年間に食した豆は数百国にも上るとし、周行丹が象などの猛獣を遠方へ駆逐した孤児を引いて、全田道の海島に入るすることを王に権限した。象はこうして全田道の島に流刑に処せられた。当時の人々は、 象は水草を食べて生きられると考えていたようであるが、半年が過ぎた翌1414 14年5月、全羅道観察士から、象が水草を食べず、日ごとに痩せを揃えており、見る者の涙を誘っているという報告が届けられた。体操は象を哀れみ、象を本土に戻して、元のように飼育するよう命じた。その後、像は全羅道内の四地区が臨番で飼育していたようで、 あるが、それでも、資料の負担が大きかったために、1420年12月に、全羅道、中性道、軽症道との隣番になった。しかし、1421年3月に、中性道公衆で飼育に当たっていた土肥を蹴り殺す。中性道観察士は、象の飼育が有害無益であるとして、海島の牧場に放つことを嫌疑し、水草の良いところを選んで放し、病死しないようにせよと。 大目が下だった。オバマ氏は、初めて像が来た町オバマとして、PR 活動を行っている。2001年4月1日制定の、オバマ市民憲章では、日本で、初めて像が来た町と歌っており、オバマ市役所1階の市民ホールには、南蛮屏部風に作画された、初めて像が来た港の図が展示されている。中世のオバマにはいくつかの港があり、象の上陸地点については、 はっきりしない。古い時期の港の一つとして、内富半島の付け根にあたるコツがあるが、その隣の小ヶ崎地区に、象つなぎ岩と呼ばれる岩がある。この、象つなぎ岩は荒れ地神教の象と結びつけて、紹介されており、甲が先あるいは骨に上陸した象をつないだと、されている。小浜市では、市内各所に、ゆかりの偉人を紹介する看板を設置しているが、 像なぎ岩の傍らにアレツ神教を紹介する看板が立てられている。ありがとうございます。